ください。マヨネーズを使ったおつまみと合わせるお酒選んできます。風の森アイヤマ80のマナカトリ、こちら紹介したいと思います。なんかマヨネーズってマヨラーみたいなね、言葉、そういうなんかマヨネーズイコールジャンクみたいな、そういうこうイメージもあるんですけど、でも実際はで卵とお酢と、まあ、塩とオイルなんで、まあ、それは何でも合いますわなという感じで、まあ、マヨラーの気持ちも全然わかりますね。だから、ね、僕がこれマヨネーズ使った簡単なつまみとしていいなと思ったのが、もう本当相当昔に見たんですけど、椎茸の栽培してる生産者が家でやる食べ方で、椎茸を、まあ、裏返して、そこにマヨネーズをピューッと一筋入れて、その上に薄切りにしたニンニクを置いてオーブントースターで焼いて食べるっていうのが、もう完全に仕上がった前菜の味になりますね。だからそれはもうマヨネーズっていうよりも卵黄と、お酢とオイルと塩のソースみたいな感じで、なかなかいいし、まあ、簡単なんで、まあ、ぜひよかったら試していただきたいなと。で、まあマヨネーズはとにかくまあそのオイルと酸が強いんで、日本酒でもやっぱかなり厚みのあるね、旨味と酸味のね強いものが合いますし、ガス感があったりフレッシュさがあった方が油分を流してくれると思いますんで、まあ、このね風の森のアイヤマってもう数ある名作の中でもなんか初めて飲んだ時の感動はちょっと忘れられないですね。やっぱ風の森のようなその超硬質な水を使って無駄のない酒造りをした時に、まあ、アイヤマのジューシーなボリューム感が加わって、まあ、アイヤマの酒って本当美味しいねお酒多いんですけども、特に僕はもう別格かなと思ってますんで、なんかいろんなものにマヨネーズつけたものともいい相性を生んでくれるんじゃないかなと思います。ただちょっとこれまたマナカドリって限定酒なんで、まあ、この動画がアップされた時に残ってるか分かんないんですが、まあ、風の森全般ねどれでもマヨネーズを使った料理には、ね、合うと思いますんで、ぜひともお試しください。今日の酒クエスチョン、マヨネーズを使ったおつまみと合わせるお酒は、マヨネーズの油分と酸味にはしっかりとした酸とフレッシュ感のあるお酒を合わせてみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。